ごめん、起きてる？起きてるよ、ナシタ。彼氏が全然帰ってこなくて、音信不通なんだけど、さ、ちょっと心配で、リコからも連絡入れてもらってもいい？ごめんね、遅くに。やばいじゃん、それ。私からも連絡入れてみるね。10分後。普通に帰ってきたよ。え、私なんか今電話も LINE もしてるんだけど。なんか怪しくない。探ってみる。お願いしていい？ラジャ。彼氏が何か隠してると感づいた私たちは、何をしているのか友達に協力をしてもらって探ってみました。友達と彼氏とのやりとりをご覧ください。翔太さん。どうした？暇だったから、LINE しちゃった。まだ起きてるんですね。そろそろ寝るけどね。さきも一緒に起きてるんですか？さきとは今一緒にいないよ。そうなんですか。実家に帰ってるんですか？違う。ラブホテルナウ。女の子と。男とラブホテルには来ないよ。浮気ですか？運動。最低。先には内緒で。はい。もう寝ますね。おやすみなさい。おやすみ。ってことでした。へえ、帰ってくるのが楽しみ。そして、浮気真っ最中の彼氏に友達とのやりとりを送りつけました。心配してる彼女を無視して浮気してるって、いい度胸してるね。うわ、裏で繋がってたのか。何それ、もう帰ってこなくていいよ。ほんとごめん、ちょっと魔が差して止まることになっちゃったけど、このことは何もしてないから。何もしてないからいいとかじゃない、もうその状況になっている時点で無理。付き合ってて同棲もしてるのに堂々と浮気してすごいね。ごめん。ごめんって今日男友達とだけで遊ぶって言ってたよね。嘘ついて遊びに行ってたってこと。男友達と遊んでたのは本当で、この子は遊んでる時にナンパした子。え、まあいいや、もう。それでいつまで LINE してるの？早く出て帰ってこいよ。電話してこないのもムカつくけど、こっちは散々心配して電話したのに。ごめん。だけどこの時間じゃまだ電車ないし帰れない。歩いてタクシーで帰ってこいよ。その女とは別で今すぐ。今すぐ帰らないなら帰ってこなくていいよ。あなたの荷物全部外に出して鍵かけとくから、鍵はポストに入れといてね。ごめん、起きたらすぐ帰る。ブイヨン出る？今すぐ帰ってこいって言ってるの。また虫ですか？この状況で浮気相手と一緒に寝れるってすごいね。私はあなたのおかげで眠れないから、今からあなたの荷物まとめて外に出しとくね。鍵はポストに入れといてね。さよなら。そして次の日。開けてください。チェーンを外してください。邪魔だから、早く外に置いた荷物持って帰って。こんなに持って帰れないよ。頑張って、さようなら。お願い、話し合おう。近所迷惑になるから、早くしてね、さようなら。もう二度としないから、お願い部屋に入れて。さようなら。それから1、2時間家の前で彼氏は粘っていましたが、さすがに諦めて、何往復かして帰っていきました。荷物が全部なくなって、彼氏が帰ったのを確認した私は、連絡先を消して別れました。というわけで、次の男、次の男。